こんばんは。ちょっとテロップをかけます。よし、宣伝。こんばんは。髪切ってる。そう、切ってますよ。昨日までカツラだと思ってた。カツラじゃないんですね。こんばんは。ちょっとテロップにもあるんですけど、東京 MX さんにて白鍋の温泉ロケ18時台にもちょっと1回放送あったんですけど、もう1回25時5分から東京 MX さんで白鍋の温泉ロケが放送されますので、ぜひよろしくお願いします。どちら様ですか？沖です。沖ゆかです。今日ちょっとメンバーに会いまして、レッスンがあったんですけど、レッスンとあと夜にねカフェイベントがあったんですけど、知らない人がいるって言われました。ちょっとね恥ずかしいですね。第一声はなんかもう、なんかちょっと待ってちょっと待ってってユミンさんが、知らない人がいるよって言って、キノコ何しに来たんって言われたから、繁殖しに来ました。ちょっとフーさんには、そんなにフーのことが好きなの、同じ髪型にするってって言われて、言われましたね。今日はみんなからいじられました。一般人立ち入り禁止だよって言われなかった。一般人とは言われなかった、さすがに。さすがにね。でも知らない人って言われました。皆さん慣れるまで時間かかりそう。今日はオンラインカフェイベントがありまして、ありがとうございました。見てくださった方は、でもなんか今日カフェのオンラインカフェイベントがあって、でまあ Zoom で東京とつなぐやつだったんですけど、お見送りとかもあって、なんかお見送りの時になんか髪の毛かわいいって言ってもらえて嬉しかったです。ありがとうございました。クマありがとうございます。クマさん、どんなお話したの？いやなんかカフェイベントはもう私とココアさんとフーさんの3人やったんですけど、今日はもうなんか私らが喋ってるのをずっと向こうが聞いてるって感じで、もうずっと本当に40分間ぐらいノンストップで食べながらおしゃべりしてました。本当にもうひたすら。楽しかったです。私はもうずっと喋って、結構コンプラジュース飲んでくださってる方も多くて嬉しかったです。ありがとうございました。楽しそう。楽しかったよ。なんかもうスタッフさんに2000円以内で何でも用意するから、なんか食べたいもの言ってって言って、お寿司って言って、でネタまで指定してサーモンとマグロとうなぎのお寿司をね用意してもらったんですけど、まさかまさかでね、私と一緒のメンバーが
もうココアさんはキャベツ持参しててフーさんはロールケーキで、すごいなんか自分だけめっちゃ豪勢な感じになってしまいまして、すごいちょっとあの場違い感がすごかったんですけど、わざわざねスタッフさんも銀の皿く頼んでくださって、もうめっちゃ美味しかったです。今日の夜ご飯代が浮きましたそのココアさんはキャベツを持ってきて卯の花を頼んでました、スタッフさんに。卯の花、最近すごいね、なんかみんなに言われてしまった、おきちゃんだけちょっと合成なもの食べてるってでも絶対他の今日いたメンバーがたまたまねちょっとキャベツとか好きなメンバーだったからあれだったんですけど、多分他のメンバーはねそれなりのもの食べるんじゃないかなって思います、きっと私だけではないだろうと。昨日はねなんか千穂さん誕生日だったからケーキとかだったらしいんだけど、多分次のメンバーもみゆみゆさんとかお肉食べるんじゃないかなと思うけどな、どうなんだろう、まあまだちょっと分かんないですけどまあねすごい楽しいイベントでした、ご飯も食べれてお話もできてよかったです。次やるの、自分はもうないけど他のメンバーが結構明日とかもずっとやってます、明日明後日最終日までやるのかな楽しかったし美味しかった、お洋服かわいい、ありがとう。今日はちょっとフリフリ、電気消えそう、あ切れるなこれ、最近リングライトの照明が持たない、切れそうです、なんか暗くなった、目の中に光があるんですけどこの光が消えます。ふーちゃんがショート3姉妹って言ってた、そう今日はショート3人でした、ふーさんが一番長かった、多分今日短かったのは私が一番短かったんだけど、でもココアさんが25日に切るって言ったから多分ココアさんが一番短くなる、毎日切れてるな、なぜなんかこれなんですよ、私リングライトこの蓄電器に挿してて今切れたんですけど、私がなぜこの照明がいつも切れるかというと、なんか充電器新しいの変えたら、今まではこれ充電器に挿しててで、あのずっと充電器もねこっちに2つあるタイプの充電器でこう挿してたんですけど、充電器を変えたらこれがiPhone の充電器に刺さらなくなって仕方なく蓄電器に刺してるんですよ。さこの蓄電器めちゃくちゃ調子が悪くて、このリングライトの調子が悪いというか蓄電の調子が悪いんですけど、本当にもう困ったもので、ね、途中で切れるんですよ、眩しい。あんまりね良くない、もうでねちょっと新しいの買わないとなって感じなんですけど、今はつけました、まだ切れなかった、そうそういうわけで、ね、ちょっと毎回途中で切れたりとかするんですけど、でもやっぱつけてる方がね顔がまだね
マシだからつけます。目に光が入るのでね。妹感ある。妹感本当あるかいね。今日はね、夜からね、まあ、夜は何もないんだけど、まあ、この後は何もないんですけど、明日が朝からセプトがあるからやっばーって思って、なんか LINE で運営さんからセリフを覚えてきてくださいって言われて、やっべーと思ってちょっと思い出さないといけないです。ひゃぴゃぴゃぴゃ、久しぶりすぎてみんななんかあ慌ただ、この間1回目あったんですけど、もうなんか動きとかも全部変わるから、もうなんかみんなセリフとかもなんか飛んでて、もうちょっと今日頑張らないとなって感じ。セリフ覚え早そうなイメージ。私ね、自慢なんですけど鬼早いんですよ自慢なんですけど、でも忘れてるからちょっと思い出さないとなって。任せて、頭は悪いけどし、ダンスの覚えも悪いけど、セリフの覚えはいいんですよ。でも普通にやばいからちょっと頑張る。キャー頑張ろう。自慢、そう自慢、これは自慢。鬼早く覚え、鬼を早く忘れ、そう忘れるのも早いから何にも覚えてない。すごい卒業のギフト、かわいい、なんか卒業式の筒、ありがとうございます。卒業シーズンだ。なんか一時結構前ぐらいの時になんかストレッチとかをするんですけど、ライブ前にその時にダンスの先生が曲をかけるんだけど、なんかダンスの先生の知り合いが作った曲をかけてる時があって、それがなんか卒業式の歌だったんですけど、すごいあのなんていうの、 EDM なんかめっちゃアゲアゲな感じのメロディーに、卒業証書のツツツツっていう曲があって、もうそれをね、もうみんな聴きながらやるから、もうみんな歌詞覚えちゃって、みんなでなんかそれがかかった瞬間ストレッチしながら、来たよ来たよ来たよとか言って、卒業証書のツツツツ、卒業証書のツツツツってこう歌ってました。ちょっと歌詞忘れちゃったんだけど、そこだけめっちゃ覚えてる。アゲアゲでしょ、これがかかった瞬間みんな、なんか基本ね同じ曲ずっとかかるんですよ。今はねなんかその時流行りの曲が流れるんだけど、今はねなんかすごい、あの私最近の J-POP 詳しくないからわからないけど、なんか女性の曲が流れててずっと頭に残ってる。そう、もう本当にねずっと同じやつ流れるから頭がもうそればっかりな。毎日毎日ストレッチしながら同じ曲聞く。ダンスの先生の好みがあるから、でもちょっと前ぐらいは何だったかな、なんかあの東京は夜の7時のなんかリミックスバージョンみたいな、なんか原曲よりもっとなんかアップテンポになったやつ聞きながらみんなでストレッチしてて、
こうみゆみゆさんとかが今何時今何時って言うんですよ、ストレッチ中に。東京は夜の7時とか、ね、覚えちゃいますね。たまに STU の曲とかも流れるけど、例えば暗闇とかが流れるんよってイントロ聞いて、今日暗闇だって思ったら仮歌が流れたりするから歌詞が違ったりするんですよね。で初めて暗闇の仮歌を聞いて、私暗闇の時いなかったからこういう歌詞だったんだって思って、結構違うなとか思いながら、すごいたまにレアなやつが流れたりします。男性バージョン一番最初の時、風を待つとか、うん、風を待つ、最初風を待つって名前じゃなくて I can't stop loving you っていう曲だったんですよ。 I can't stop loving you を聴きながらトイレッチしたりとかする。めっちゃレアです、うん、なんでそれが流れるんだろうって思いながら、仮歌の男の人声高いよね。そう高いと思っとったんですよ。でもなんか聞いたら歌ったやつを上げてるんだ、上げてるらしい。なんかめっちゃ高い女声キーで歌えるんだなと思ってたけど、そうじゃないらしいです。上げてるらしい、一回全部撮って。うん、初めて知った。なるほどね、そうなんですらしいです。田中さんの声なんで知ってんの。田中さんの声有名か、田中さんは。イエス田中さん。多分全グループ共通かな。やばい、卒業証書の筒が久しぶりに頭から離れなくなっちゃった。卒業証書の筒ダメや、リセットリセット。こんばんは、はいこんばんは。春の睡眠の日っていうの今日、あでもなんかパセリの言ってたかも。睡眠の日なんですか今日は。何の語呂なんだろう、語呂じゃないのか。今日はそんなに寝れなかったです、朝からレッスンだったから。踊ってきました。調べたら卒業証書の筒ってタイトルだった。あ、出てきた。出てくるのか、聞いてみよう。今日瀬戸内 PR 舞台で踊ってきた。踊ってても楽じゃない。え、楽、楽だなって思った。確かにショートは髪がすぐにスンってしてくれるからありがたい、鬱陶しくない。ランラララン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 
髪洗うの楽、髪洗うの楽。でも寝癖がやばい、めっちゃつくから寝癖直し買わなきゃと思って、ここら辺の寝癖がさっき寝転んでたらこうなって困った困った。爆発しそう。そうでも私ね、縮毛矯正が毛先だけ取れてなくて、なんかこっちだけ取れてるから、なんか下はすんなのに上はボンみたいな、すごい寝癖になっちゃう。昔からそうなんですけど、髪長い時から短くして、それが余計分かりやすくなった。長いと寝癖つかない、なんか多分寝てる時に引っ張られてるんだと思う、背中とかで髪がまっすぐに多分だけど。新しいガチャ見て新鮮、ありがとうございます。はあ、謎のため息。耳出さない、耳出せる。でもなんか今日ちょっと今日はちょっとやめとこう。なんかもう木曜日なんだね、早いね。1週間、明日金曜日、頑張ろう。イベント楽しかった、ありがとうございます。今日キノコ感燃えない、本当ちょっとだけ内巻きが、でもまだ内巻きかもね。え、1週間早いよね。でも今月やばい、マジでライブが楽しみすぎて早くライブしたい。あさってライブだ、イエー、フィーバー、早く踊りたい。今月ライブ楽しみに生きてる。来られる方いらっしゃるのかな、でも生誕だからあんまり入れてないかもしかしたら、遅刻があります。でもなんか自分のファンの人がいなければいないほどモチベーションがめちゃくちゃ上がる私なんかファンの人がいると安心しちゃう。いないとなんかよっしゃやろうってなんかモチベーションになるよっしゃやるかってなるド M ですか、ド M かもしれない。そういう意味ではずっと見てる、最善最善とか、最善じゃなくても自分のペンライトじゃない人永遠に見てる自分の、ね、生誕祭とか別にモチベ落ちてるわけじゃないけど、なんか安心、普通に安心してる。あえて違うペンライトにしたらいいのか、でも顔覚えてるからなそれはガーンってなるだけかも。でも普通に自分のファンの人がいたらまずは優先は自分のファンの人だけど、なんかずっとゴゴリバとか毎日やってた時とかは
自分のファンの人がいない時とかもあって、そういう時はマジでゴゴリバからかも、なんか絶対見ようみたいな、なんかそういう意識になった。多分陸上公演の時はそんな風に思ってなかったんだけど、なんかいなかったらあなんか悲しいなって感じでやってたけど、なんかゴゴリバを毎日やりすぎて、感じ、毎日やるとさすがにいない時もあってみたいな、そういう時はなんか好き勝手にできるから、めっちゃ好き勝手にもうずっと見てたりとかしてた。アウェイに燃える、燃える、うん、燃えてるのか分かんないけど、でも僕声の時最近有観客始まったんですけど、自分のファンの方4周年の時もそうだったけど、すごいあのたくさん来てくださってて嬉しかったです。結構見つけた、なんかすごい分かりやすかった、紫紫とかうちわとか、めっちゃありがたいって思いながら、楽しかったです。最近ライブが本当にモチベ、自分の何も持たないスタイルおもろい、それはそれで。有観客はね、うん、いいね、やっぱ全然違う無観客と。推しに冷たくされた後の爆裂さ聞く。ライブで推しに冷たくされるって何されるのレスされないってことですかね。でも本当に見つけてない場合とかもありそうだけどな、そういう時って。お見送りがあればねいいんだけどね。明後日初めて声入ります。おい、私出るじゃん楽しみにしてます。広いホールだと特にね、確かに。ワイノーシャーメンバー好きすぎてファンにレスくれない、どういうことメンバーにレス送ってるってこと、そんなことあるどういうことやね。私もでもメンバー好きだから、あのフリーのところはちょっとふざけすぎちゃう時ある、メンバーと。メンバーにレスはプライベートでも全然送れる見送り再開、え、どうだろう、まだしないんじゃないかな、多分できなさそう。セル編みにうちわとかペンライト必要、あ、どうなんだろう、セル編みってどうなんだろう、こうセル編み難しいね、わかんない。ほん普通の舞台とかだったら基本は、あ、どうだろう、アイドルのアイドルだけの舞台がちょっとわかんないんだけど、仁義なき戦いの時は舞台中はペンライトもうちわも出さなくて、最後に2部からレビューっていうライブがあったんだけど、その時にペンライトとか出してくださるのが多かったですね。でもなんかセラミ難しいんよね、なんかライブシーンがあるんよ、劇中でアンコールありがとうございますって言ってるシーンが、
ていうのが難しいんだけど、まあでも、これ私のところだけで勝手に決めてもあれなんで、ちょっと空気読んでください。で他のね方を見て、多分感激演劇シーンは出してる人はいないと思う。空気読みつつって感じですね。あの空気読みアプリ使ってみてください。空気読む練習になるよ。難しいね。どっちなんだろう、ちょっと分かんないな。公式がねアナウンス出してくれたいんだけどね。ライブシーンもおきちゃんではなく役の人だから、ね、確かに私はニーナっていう役だけど、ニーナの本名がわからないから何ちゃんなのかわかんないんだよね。でもおきゆかではないことは確かなんだけど、何ちゃんなんだろう。そのセルアミのライブを見てくれてるファンの人は何ちゃんを応援してるんだろう。難しい、誰なんだ。って感じ。ニーナは本名じゃないんだね。ニーナはね違うんですよ。多分本名はきっとあるはずなんだろうけど、哲学、そうだね、ちょっと哲学チックな話になってる。名前失念ってなかなかすごい事態ね。名前、自分の名前分かんなくなるって本当に記憶喪失だよね。今日はアイス食べたの。今日は食べなかった。任せて。今日は食べてない。今日は寿司食べました。拍手が起きてしまった。そう、メロンパン食べた？冷たいメロンパン。メロンパンも食べてない、まあ、冷蔵庫にある。寿司は美味しかったです。食べなかったご褒美にアイス食べてもいいよ。マジですか。マイカーで4月にご飯行こうねって話したけど、本当に行くか分かんない。ふうさんが、いやもうとりあえず絶対4月は絶対行こうって。でももうマイカーね、話だけはめっちゃするんだけど行動に移さないから。私の誕生日祝い、なんかココアさんと私の誕生日祝いでご飯行こうって言ってたのも行かなかったし、年末に忘年会しようって言ったのもやらなかったし、全部やってない。もう何もやってないですね。なんだかんだ、まあご時世もありますからね。もうオンラインでやるしかない。確かに。
ココアさんが今日花見したいって言ったけど花見もできないしなって思ってね。そう、まあ、いつかねなんかご飯食べに行きたいですね。はしゃげない、そう、はしゃげないからね。ああ、眠たくなってきた。ウーバー送り合うみんなでいいね。なんかみちさんとコッコさんが言ってたね。すごいね、人の家にウーバー頼めるんですね。私もやってみたいな。なんか何届くかわからない夜ご飯とかやってみたい。誰か私の家にウーバー送ってください。ロシアンウーバー闇鍋どうしよう、なんかサラダの盛り合わせとか来たら。でも広島ウーバーそんなにないからな。よしよ、みんなが野菜食べさせようと思ってサラダの盛り合わせみたいな。おでんの卵100個、どういう嫌がらせ。1日サラダだけ。私本当にサラダあんま好きじゃないからな。うん、なんか死んだ顔して食べてると思う。偏食家です。本当に健康診断が最近怖くなってきた。偏食すぎて。ココアさんのキャベツどういう気持ちで見てる？ココアさんのキャベツはなんか飽きないのかなって今日もフーさんと私、ココアさんが真ん中に座っててその隣同士私とフーさんで挟んでたんだけど、食べてる姿見ながらよく飽きないですねって、なんで飽きないのって二人で責めてて、たうるさい、見当たってって言ってましたね。うるさいよ言ってましたね。美味しいらしい、なんか甘くて美味しいって言ってた。キャベツじゃないとダメなの？分かんない、キャベツばっかり食べてる。キャベツかたまにさつまいも食べてる。なんかもう本当にスーパーに売ってるそのままを食べてるって感じ。なんか調理してるんだろうけど、なんかほぼ変わってない、色そのままって感じ。
すごいなと思いますね。まあ、健康的でね、いいけどね。素材の味ねえ、すごい。もう私なんて添加物やらもう本当にねえ、体に悪いものしか食べてない。ハートありがとうございます。いや本当に素晴らしいよ。正反対、うん、正反対、もうコンビニオンリーって感じ。栄養取ろうと思ったらコンビニで取るから、だってもうちょっと栄養取った方がいいかなって思ったらコンビニで魚買って食べる。あの電子レンジでチンする魚でも美味しい。そう、最近ねちゃんと魚も取るようにしてます。コンビニなくなったら死んでしまう本当に。下の女の発言だな今の発言。コンビニと結婚したい。コンビニの店長と結婚したい。廃棄持って帰ってほしい。でもねくれないからね、コンビニによっては。自分の働いてたコンビニ廃棄くれなかった。廃棄も食べちゃダメなコンビニだった。基本ダメ。そっか、やっぱりダメか。もったいないって思っちゃうけどね。コンビニ店長のファンが増える。みんな全国のコンビニ店長、オラに力を。料理全然してない。料理全然してないね最近。なんか火を使う料理はしてないかも。火を使わない料理はたまにしてる。なんかご飯に納豆かけたりとか、ティハール沸かしたりとかで味噌汁作ってとか、火を使わない料理はしてる。オール電化、そうです、電化です。電子レンジとティファールで生活してる。でもなんかお皿を、自分のお皿を使ったものってなんか料理って言える気がする。料理じゃないものと料理の違いって自分で器を用意してそれに入れてるか入れてないかって感じがする。まずはね、料理の苦手意識をなくすことはまず料理のハードルを低くすることからなんですよ。でこう、あ、料理苦手だ苦手だ、できないできないと思うんじゃなくて、まず料理のハードルを低くして、大丈夫、お皿に盛り付けたらもうそれは料理だよって言ってあげることが大切なんですよ。そしたらだん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 ね、お
きっと料理を好きになっていくと思います。分かってらっしゃる。だってイエーイ。缶詰開けたら料理かな。缶詰開けたらもうそれは料理だね。スーパーポジティブ、スーパーポジティブ。いや、私の最近の唯一やってる料理は、まずマグカップに卵を、溶き卵を入れて、白だしを入れて、水を入れて、電子レンジでチンしてできる茶碗蒸し。それがね、すごい好き。これは料理じゃない、料理じゃない、どう、料理じゃない、電子レンジでもさ、混ぜて、入れて混ぜて温めるって、もうそれは料理な気がするんだけど。だってこんなんね、原始人がやったら文明だよ。生で食べずに火を通して食感を変える、ここも文明開化でしょ。最近ね、茶碗蒸し作ってます。具はね、入れないかな。茶碗蒸しの味になってますよ。シリコンスチーマー、シリコンスチーマーね、シリコンスチーマーか。プリンも作れるね。プリンも同じ要領で作れる。プリンは冷やせばいける。レンジでパスタ茹でるやつ、電子レンジでパスタ茹でるやつの、なんか細長い箱持ってたんだけど、なんかあれをちゃんとやってるんだけど、あれでちゃんと湯がけたことがなくて、私はあの箱に不信感がある。今あれなんかべちゃべちゃになるんだけど、私だけなんかねっちゃねっちゃのスパゲティできるんだけど、私が間違ってるのかな。なんかねちねちのなんでやって思いながら、時間が長いのかな。そうなのかな。難しいね。水分量、そっか。まあ私パスタ好きじゃないんだけど、でもたまにね、パスタあんまり好きじゃないんだけど、たまにパスタ食べたくなるんですよ。1年に 1,2 回ぐらい。そういう時に、あ、作ろうって思うんだけど、毎回ネチネチになってまた嫌いが増していくんよね。麺類最下位。でもやっぱりお店で食べた時は美味しいなって思いました。革命起きたもん、お店でスパゲティ食べた時。パスタか、パスタ美味しいってなりました。うん。そりゃお店の美味しいか。男性ってパスタ作るのめっちゃ好きですよね。なんか男の料理第一パスタのイメージ。そんなことない？なんかパスタか、あとなんだろう、
なんかのイメージ。簡単。そっか。あ、そう、チャーハン、パスタ、それや。そういうイメージがある。なんか、たまにこう YouTube とかでさ、なんか男飯みたいなのとか見たりするんだけどさ、なんか美味しそうだなって思う。あの、なんだろう、何も考えてない、なんだろう、欲望の食欲を満たすためだけに作られた男飯、美味しそうだなって思っちゃう。なんかおしゃれなやつよりちょっと食べてみたいなって、早く美味しくみたいな、がっつりね、ありますよね、ああいうの美味しそう。男の料理は基本ワンプレートだから。いやでも理にかなってますよ、洗い物少なくて済むしね。今の時間にその話ダメ。あ、確かに、ちょっと飯テロ、飯テロやめとこう。ちょっとお腹空いてきちゃった。焼肉のタレ使ったら何でも美味しい。それな、お腹空いてきた。お腹すきました。寝る前に食べることあるの？なんか寝る前に限ってお腹すくことは結構ありますね。そういう時は食べる、普通に。なんか眠れないくなるから、茶碗蒸しとか作って。メロンパンまだある。メロンパンありますよ、2つ買ってるからね。あるある、まだ食べてないけど。ね、お腹す、なんであれ寝る前にお腹すくんだろうね。夜食ってさあ、一人の問題じゃないもんね。なんか全国民のもう半数以上に起こりうる現象。お腹がすく、寝る前のお腹すく、あれ何なんだろうね、何なんだろう。平均的に晩ご飯の時間と思われている時間が早すぎるのかな。だいたいなんかこう、私はその時間に食べないけど、7時とか、まあ家庭がある人たち7時8時6時6から8の間に食べるみたいな、あれがやっぱりあの時間が意外とダメなのかな。でも夜に食べたら太っちゃうし、どうなんだ。早く寝たらいいのか。それはそう。そっか、もう10時ぐらいには寝る計算で進めてるから早いのか、一般的な平均の晩ご飯の時間。起きてるからお腹空くのか、そういうことか。なんかお腹空いたから食べるっていうのもあるけど、なんか暇だから食べるっていう本当にやばい考え方してる時もあったんですよ。なんか暇だ食べようみたいな。今はないんだけど、本当に食欲がすごかった時は暇イコールご飯みたいな、なんかそういう時ありました。なんかお腹は特に空いてないけど暇だから食べるかみたいな。あれはね、ダメ、本当に太っちゃう。なんか特に、なんだろう、移動中、STU 結構移動することが多いんだけど、
なんか車の中とかめっちゃ暇なんですよ。1時間以上暇だからお菓子買うかみたいなで休憩とかでコンビニとか泊まるんですよね。そういう時とかもなんか買うかみたいな、あれダメだ。忙しいと逆に食べない。そう、暇イコール食べちゃう。なんなんだあれは。コンビニ近くにあると太る。それはもう、そう、真理。この世の真理。3食決まった時間に食べるの意識するといい。うん、決まった時間ね。確かに生活習慣も良くなりそう。そしたらもう私ほんとバラバラすぎて生活習慣が多分みんなとさ朝ごはんの時間から違うと思う。今日何時に食べたんだろう朝ごはん。今日は朝5時ぐらいに朝ごはんを食べてでもね、なんか朝ごはんって言っていいのか分かんない、寝てなかったの朝5時まで。で朝ごはん食べて、でレッスン行って、で踊って来て、でそのお昼ぐらいに、2時ぐらいに終わったんですけど、2時ぐらいに終わって昼ご飯食べて、でそっから寝て、で7時ぐらいに今日はカフェイベントで夜ご飯食べた。あ、でもまあ普通に朝昼晩は食べたのか、うん、なんかねよく分からん食生活してる一応なんか時間的には朝と昼と晩食べたけど、なんか朝ごはん食べて、なんて言うんだろう、寝ずに朝ごはんを食べて、昼ごはん食べてから寝て、起きて夜ごはん食べてみたいな、なんか難しい。満腹の状態で寝たい。そういうわけじゃないけど、満腹になったら眠れ、なんか寝やすくはなる、眠くはなるけんかも。めちゃくちゃやでマジで。寝てないのが問題。いやそうなんよね、だから夜の時間が好きすぎてもうなんか YouTube 見て、ね、動きたくなったらダンス踊って、うん、もうフィーバータイム。つむつむね言う、フィーバー起きてる。フィーバー光ってる私の夜。フィーバー夜行性。うん、でもちょっと眠いから今日は普通に寝れそう。フィーバー、チェレチェチェレチェチェチェレチェチェチェ。夜楽しい。うん、なんで夜ってこんなに楽しいんだろう。なんか昼間になんか遊んでるとちょっとなんか罪悪感が湧いちゃう。でも夜はなんかもう何しても自由って感じ。やっほーってテンション上がってます。
一人で。どのタイプのつむつむが好き？つむつむね、もうやってなきゃ分からんのよね。たまに1年に1回ぐらいハマるけど、毎回消してるから毎回最初からやってる。1日20時間ぐらい夜でいい。確かに。42分ありがとう。早いね、時が経つのは。1時間経ったのか。本当に毎日毎日こんな雑談で大丈夫か。大丈夫だ、問題ない。ねえ、本当に何の話したって言われたら総括できないぐらいなんか話が動きまくってるんだけど。ライト頑張ってるね。今日ライト頑張ってるね。すごい、ずっとつながってる。ありがたいありがたい。8時間労働見直してほしいね。わかる。なんかさ、週3ぐらい働いて30万ぐらい欲しい、月に。なんかそういう世の中になってほしい。週4以上とかじゃなくてさ、週3日働いて30万円ぐらい、最高やで。ね、強欲、でもそんぐらいね、豊かになってほしいよね、日本も、ってめっちゃ思う。こんなね、みんな大変だよね、週4、5、6、5か、5連休5連勤してね。え、ほいよ5連勤は。3ぐらいがいいわ。3ぐらいが。休みが多すぎると何してるかわからない。わかる、それもわかる。夏休みずっと続いたらちょっと学校行きたくなる、あの現象はわかる。でも自分は仕事がもう好きなことだからずっと働いてたいけど、なんだろう、そうじゃない人も多いじゃないですか。その人たちのなんか考えたら週5って結構ね、大変やなって思います。水曜日とかね、せめて中が休みだとね、なんか良さそうだけど。ね、週5って大変よ。4勤2休がちょうどいい。あ、わかる。ね、世の中豊かになってほしい。まあでも花金ということでね、明日が頑張って明日行ってきましょう。まあ土曜日も仕事の方も多分いらっしゃると思うんだけど、頑張ってね明日も。
30万じゃない、5000億円ぐらい欲しい5000億円。宝くじ当たった人ってすごいよね。仕事してるのかな宝くじ当たった人って何してるんだろう、何に使うんだろう。私自分のやりたいこと考えても多分100万円以内で収まるんだけど何したらいいんだろう。何が欲しい、何が欲しいかな、なんだろう、なんか犬と遊びたいかな、うちの愛犬とあとちょっといいお肉食べたいかな。家とか欲しくない、いや私あんまり広い家とか欲しくないかも。なんか広すぎると若干虚しくなりそうだから、全然ワンルームとかでもいいけど、ちょっとお手伝いさん雇いたいかも、片付けてくれる人一人じゃ生活できない。ワンルームにお手伝いさんって必要ないよね、でも絶対お手伝いさんと気まずい時間流れそうじゃない、常に部屋にいるみたいな。すごいなんか気まずくなりそうだからやっぱいいや。同居、確かに同居人だ、それは。みくりさんね、みくりさんみたいな綺麗な女性と一緒におりたいね。逃げ恥の、じゃあそろそろ団長読もうかね。はい、では13位から読みたいと思います。13位がリークスさん、12位が、ジャスティン・ビーバーさん、11位が平行さん、10位がティーマンさん、9位がとりあえずルービーさん、8位が中澤さん、7位がジェリーさん、6位がザックさん、5位が総領さん、4位が一下さんでした。13位から今での皆さんありがとうございました。そして3位が春ターコイズブルーさん、2位がトニさん、1位が小林ちゃさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。というわけで今日も見てくださってありがとうございました。ジャスティン・ビーバーがすごい事態だ。今日も見てくれてありがとうございました。ちょっといつもより早めに壇上だったね。フリートでも更新しようかな、早めに終わってそれでは終わりたいと思います。皆さんおやすみなさい、ありがとうございました。バイバーイ。ツイッター開きます。じゃあまだ時間あるよね、多分。ありがとう。それでは終わりたいと思います。バイバイ、おやすみ、ありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。バイバイ。